あんたが言ってた守護天使ってのは。あいつは言っちまったのさ。もともとあいつの所有物は脳みそとゴーストだけだった。もっとも本人はその存在すら疑ってたから。状況は？全ての出入り口を封鎖、2分後に突入の要請。休暇のサイボーグ野郎だ。あんな疫病神に関わってちゃ命がいくつあっても足りやしねえ。助けて。ガイノイドによる殺人は今週に入ってからすでに8件。聞いていたんだろうな。なぜ休暇が動くのかを除いて理解したつもりです。まず遺族による告訴は一件も提出されていない。言っとくけど、志願したわけじゃないんだぜ。最近のあいつを見ていると、失踪する前の少佐を思い出す。撃たれる前に自殺しようとしていた。そうよね。まさか。人間はなぜこうまでして自分の似姿を作りたがるのか知らない。たまえり。